私はブラブス人間なんです。申し訳ありません。今回はもう知らないことだらけなので、あの音楽の友社の編集に頼んでスコアをいっぱい聞かれてきて勉強しました。で、その私が最初に聞いたマーラーということなんですが、多分1965年ぐらいじゃないでしょうか。でも本当にマーラーの演奏という演奏会というかなかったと思いますよ。で、多分東京に住んでる音楽愛好家でもマーラーの交響曲生で聴いた人ってめったにいなかったんじゃないかと思います。で、ましてや我々はもう田舎の高校生ですから、いくら音楽好きでもマーラーの交響曲を生で聴くことはもうありえない。で、レコードは当時そうですね、たまにラジオがかかっていたのがブルーノ・マルタ式の巨人、たまに復活で、第一の歌はめったにないという感じと思います。ですから巨人ぐらいは聞いてました。で、ですね、ここにまたメモ見るんですが、LP レコードっていうのはとにかく顔にも変えなかったんです。昔例えば巨人なんかはステレオ版とモノラル版が2種類出るんですね。で、金持ちはステレオ版買って、貧乏人はモノラル版を買うんですけど、でもステレオ版が2500円でモノラル版が2000円ですから、60年代の2000円というのは今のいくらに相当するんでしょうか、よく分かりませんけど、いやー本当にたまに NHK で聞くぐらいしかなかったですから。で、それから少し経って、これも思い出話になっちゃうんですけど、1960年代の後半、68年か9年だと思います、 NHK の FM が毎週日曜日午後に、クラシックアワーのようなものをやってて、で、たまたまマーラーの全曲演奏ということがあったんです。それが68年か9年ですね。で、それは画期的だと思うんですけど、レコードを流すんじゃなくて、その当時のその1年前くらいのザルツブル音楽祭とかベルリンのとかっていうライブ録音を毎週こう時間枠になって流してたんです。で、解説が柴田美奈緒さん、作曲家の柴田美奈緒さんで、解説が素晴らしい解説だったので、もうそれが楽しみで毎週聞いてました。それとさっき申し上げたように巨人は知ってたので、で、かっこいい、もう四楽章はもうホルンがかっこいいということで、多分3番も4番、4番も5番も6番ももっともっとかっこよくなるんだろうなと期待して、でもう毎週一生懸命夢中で聴いてたんですけど、6番ぐらい、6番7番になったらもうダメでした。激震してちょうど生ガキに当たったみたいになって、もうあれから本当に厳しかったですね。あの後まだ本当に厳しかったです。大体田舎の高校生にはやっぱりああいう刺激が強すぎたんですよ。で、でも今回そのインタビューの仕事をして、最初第一記者でも最初マーラーを受け付けなかったっていう人結構いるんで、こっちもちょっと安心した次第なんですよね。例えばでもそれはダニエル・バルエンボイム、それからロリン・マゼルとかですよね。そういう年笠の人はそういう人が多いんですけど、でも若手は全くそういうことはないですね。もう最初からもうマーラー大好きという人ばかり、これはお読みになると分かると思います。もうそこら辺の年代の差っていうのは大変面白いですから、マーラー嫌いの人にもぜひとも読んでいただきたいんです。ピアノの上の油絵は、ターナーの友人であったジョン・セル・コットマンという人の作品で、こちらは一世代あと1860年70年ぐらいに活躍した海洋画家専門の、ジェームス・ウェブっていう人の作品なんです。もう絵も音楽もビクトリア時代のイギリスものが私は大好きで、このマーラーとかの話の後になっちゃうんですけど、その社会人になって、もうそのエルガーなんかに知るようになって、エルガーの特に2番ですね、2番を聴いて、ああこれはいいなあ、もうマーラーが後期になった感じだなとか、から逆光に目がくらむような
ターナーの油絵みたいな絵だなと言って興奮した覚えがあります。まあマーラーとエルガーと比べるとエルガーの方が日本に入ってきたのがうんと遅いですからね。で、そして今回このインタビューの中でサイモン・ラトゥルが、マーラーはニューヨークに行ったマーラーがエルガーの2番を演奏予定に入れていたと語ってるんです。でちょっと僕驚いちゃってなんか本当胸がいっぱいになりました。というのはエルガーの2番はマーラーが亡くなったその5カ国か何かに世界初演されてる。このまあもう偶然ももう本当に偶然ですよね。ですから今まで考えなかったんですけどエルガーの第2楽章は非常にもう早朝な曲なんですけど、早々行進曲のような曲ですけど、なんかそれを聞くとエルガーの2番の第2楽章はマーラーの追悼曲のように聞こえてくるんですね。でマーラーは本当にすごいと思いました。もうエルガーのことも宣告ご承知で、でゲロンティアスの夢っていう対局もスコアを持ってたらしいですね。でマーラーとエルガーは完全な同時代人です。ですからこの本書では残念ながらあまり語られていないんですけど、この2人ともお互いに影響しちゃってると思いますよ。